どうすればいいのかっていうと、こういうふうにまず中国を真ん中に置いて、それぞれアメリカ、日本、香港、韓国を置いとくんです。置いといて、それぞれどれぐらいの輸出、輸入、その量がどのぐらいなのかっていうのを、一目で分かるようにするので、こういう単位見るとですね、100万ドルなんですね。で、こういう数字自体も多いわ、のに、単位がまた100万ドルなので、すごく分かりにくいんです。例えば、5とかだったら、500万ドルってすごい分かりやすいんですけれども、5でもなく、それの桁も大きいし、また単位がドルだから訳が分からない。っていうのが、この表、こういう表、たくさんあるんですけれども、こういう表の分かりにくい理由の一つでもあります。そうすると、これを日本円で換算するの。日本円に換えると、こういう数字を計算しただけなんです。で、為替で計算すると、輸入はお金が出るものなので赤くして、輸出はお金が入るものなので青くしたんですね。パッと見てわかりやすいですよね。中国は日本との貿易で、黒字ですか赤字ですか？赤字ですね。輸出は16兆円しかやってないのに、輸入は19兆円になります。そうすると、これがそれぞれの国とどのような感じになっているのかを確認すると、香港にはすごく、見てください。香港にいっぱい輸出する。32兆円輸出する。ね、日本には16兆円輸出するんですけれども、香港には32兆円輸出するんですね。じゃあ、香港からどのぐらい輸入するのか、9兆円。ね、輸入、香港で見ると、輸入、すごく少ないんですよね、これ、9兆円です。そうすると、韓国、ね、韓国からの輸入、22兆円する。で、輸出が12兆円。ね、韓国と中国の、貿易でも、中国は赤字ですね。12兆円出して、22兆円入る。で、日本でも16兆円輸出して、19兆円輸入するので。じゃあ、問題の米国との貿易がどうなってるのか。皆さん、これを出す前に皆さんちょっと考えてみてください。貿易摩擦って言ってるんですけれども、どのぐらい差があると思いますか？何倍ぐらい？輸出がですね、中国がアメリカに輸出している金額が51兆円あります。で、輸入が17兆円。何倍あります？ 3 倍ですね、3倍。3倍の、量。3倍。少ないですか？ 3 倍。数十兆円赤字を続けているんです。数十兆円赤字を続けているので、米国側としてはこれを改善しなきゃいけない。あまりにも中国の、製品の輸入が多いので、こんなに赤字を毎年毎年続けてきた。これは何とかしたい。アメリカ側として見れば、これはぜひ減らしたい。中国側として見るとですね、こういうところ、近隣国家では、特にですね、中国、韓国、あるいは中国、日本ではすごく赤字なので、これをアメリカとか他のところで挽回したいっていうのもありますし、アメリカで輸入したいんだけれども、アメリカで輸入しそうな、できそうなものは、より安く中国で手に入るので、輸入する必要を感じない。そうすると、まあ食料の一部は、まあもちろん、輸入はするけれども、他の工業系の製品などは別にアメリカのものを輸入する必要を感じない。それは構造的にこうなってるんですけれども、アメリカ側としては関税を課しても、この格差を減らしたい。これが最大の任務でもあり、一番牽制しなきゃいけない国でもある。ものすごい赤字が出ているので、これを何とかしたい。